け方が。いや、バンの人がつけたから。中国に滞在する法人が身の危険を感じてるんです、ね、これはやっぱり日本国として日本の国民を守る、そして ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、15秒前。そういうふるさとを守る、さらには外交のこの周辺諸国の我が国への主権の侵害、日米関係を再構築、そして経済戦略で景気を回復する。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。総裁選挙の候補者がそれぞれの所見や政策を発表するものでございます。そして総裁選挙に立候補させていただいて、長野の駅でこうやってお話をさせていただくこと、しかも連休ですよね、今日はね、連休の中日、足を止めお話を聞いてくださる皆様に本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。様々なパイプを通じてこれ以上会話が途絶えると日中も三中も行かなくなる。私はクールダウン、頭を冷やせ、これを中国の皆さん方にしっかりと言いたい。 WTO にも加盟をした、愛国無罪で全てが許されるような先進国はない、新興国のままで中国が終わってしまうということをはっきりと申していかなければならないと思います。自民党総裁選立候補のご挨拶、地元の皆様に訴えに上がっております。ご挨拶をさせていただきます。皆様